はい、というわけで、分解と清掃が終わりました。で、まあ、色をどうしようか、まあ、いろいろ探ってはいたところだったんですけれども、一応、まあ、色は決まりまして、まあ、ベースカラーがこちらになりますね。まあ、ボディペンのスプレーだったんですけれども、こちら、はい。まあ、二三用のホワイトパールなんですけれども、まあ、うちの母親はですね、前乗ってた、マーチが、まあ、このホワイトパールだったんですけれども、まあ、今はもう車変えたんで、もう使うことはないと思うんで、まあ、これ、この色使ってやってみようかなと思うんですけれども、ベースカラーが、こちらのホワイトパールで、まあ、アクセントというか、スピーカーのカバーとかの色をこの金メッキでやってみたいと思います。はい。はい、というわけで、ラジカセのカスタムといいますか、まあ、リノベーションが完了いたしました。それで、出来上がったものが
テレーンとこちらになります。はい、ビフォーの写真は、まあ、ちゃんとして撮ってなかったんですけど、まあメタリックグレーといいますか、ちょっとこうウォームグレーっぽいボディから、ちょっとこんな感じで、白っぽいボディになりまして、で、スピーカーのカバーが金色になったのと、こちら上の方、はい、ボタンというか、まあ操作系が、こういうふうにゴールドのメッキ風になりましたね。はい、で、まあこういうところに入ってる文字とかも、当初は日本語で入ってるんですけど、まあちょっと海外製品を参考にして、英語の感じにしてみました。はい、まあ全体としてはちょっとなんかちょっとだけおしゃれになった感じかなと思います。まあ80年代のラジカセでいくと、まあ路線としてはだんだんこう機能がモリモリになって、こうラジカセが巨大化していった路線とまた別な方向で、ちょっとこう小型のステレオラジカセ、ちょっとまあ三洋のおしゃれなテレコとか昔ありましたけれども、あれのまあカラーとしても赤い色がまあ代表的ですけども、まあそれまではなかったこうパステル系の色とか、ちょっとこう原色系に近いような色の、今までなかった色がこう出てきた中で、まあこういった白いちょっとね、おしゃれな感じの色も出てましたよね。で、まあ今回はこのモノラルラジカセの方を、ちょっとリノベーションしてみました。まあ、基本的に昨日は変わらないんですけども、まあ、ちょっとだけ、雰囲気が変わりました。で、まあ、全体的には出来で言いますと、まあ、このフロントのベースカラーになっているパールホワイトなんですけど、想像以上に塗料のノリが悪くて、まあこうベターって厚にしないようにこう薄く塗り重ねたつもりだったんですけど、やっぱまあこうちょっと塗装がこうムラムラのボコボコになっちゃって、正直あんまり今近くに見ると綺麗ではないんですけど、まあ一応パールホワイトのちょっとなんていうかこうちょっと高貴な感じのする光沢は一応出ています。で、今回、非常に大失敗をしたところがあって、実はここですね、ここラジオのチューニングとか、まあ、このレベルメーターがあるところなんですけど、ここには当然アクリルのカバーがついてるんですけど、今それ、ないです。取っちゃってます。なんでこれ取っちゃったかと言いますと、塗装するときここにマスキングテープを貼ってたんですけれども、それを通してこのパールホワイトの塗料がこう中に入っちゃって、なんかアクリル板がすりガラスみたいにこう曇っちゃったんで、そのついた塗料をまあ落とそうと思って、まあ、使った溶剤がちょっと強すぎちゃって、ここにあったアクリルの板がもうドロドロになってしまいまして、表面が、はい、最初にそのすりガラスみたいになった以上に全然何も見えなくなっちゃって、まあ、どうしようもなくなっちゃったんで、一応ここはもう取っ払っちゃいました。はい、まあそれが非常に大失敗だったんですけれど、まあいずれここには別のちょっと代わりのアクリルの板的なものをつけたいと思います。で、まあこの上の方をよく見ると分かるんですけど、やっぱりこのパールホワイトのノリがちょっといまいちだったんですよね。ちゃんと最初にこう洗って、で、まあ塗料がよくのるようにサーフェサーも拭いたんですけど、どうにもこのパールホワイトのノリが良くなかったですね。まあちょっと塗料が古いせいもあんのかなとは思いますが、
まああんまりパールホワイトにした意味ってはちょっとなかったかなって思っちゃったりしてます。まあでも、まあ、まあ自分のコレクションとして残していきたいと思ってます。はい、それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから他の動画もよろしければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。